兄弟道。皆さんこんにちは。こんにちは。今回は新企画兄弟道ゲームルーム。それでは歓声上がりましたね。カメラの後ろから歓声上がりましたね。始まりますか、ゲームルームですね、私ら兄弟だけでやっても面白くないんで、はい、人数が足りないんで、今回はちょっと兄弟道の裏側手伝っていただいてる3名の仲間を紹介したいと思います。よいしょ。通称 3M です。 3M。 それでは呼んでみましょうか。まず1人目、まっちゃん。イエーイ、イエーイ。まっちゃん、まっちゃんです。まっちゃんです。よろしくお願いします。まっちゃん、まあみんなリゾークのインストラクターです。はい。じゃあ2人目は、2人目、また新登場です。おまどかんねー。はい。うえー、ナレーションでね、もうあの出てましたけどね。出てましたね。顔は初めてですね、はい、これ。はい。それでは最後は？最後。おなじみの。もしかして？いつも顔を隠している。え？今回顔見れちゃうんですよ。わお。わお。初登場。マスミー。マスミー。マスミー。顔、初めて、初めてです。視聴者の皆さんに見ていただきましたね。あの皆さん、感想を感想をコメント欄に。マスミーです。はい、はい、ということでこのリズボックインストラクター5人でやっていきたいと思います。それでは、行きましょう。イエーイ。第1回伝言ゲーム。イエーイ。あのここは司会務めさせていただきます、マドカンヌです。よろしくお願いします。ではあのすごく簡単に説明させていただきます。伝言ゲームです。まず1人目が2人目に、ある文章を伝えます。でその時に2人目の人はイヤホンつけてもう爆音で音楽聴いてます。もうすでに1人聴いてらっしゃる方いますけど。めちゃくちゃ音漏れてるわ。音漏れすごい。やばノリノリやん。何も聞こえてないんだよね。今なら何言っても OK です。サル、サル、チンパンジー、サル、サルラ、サル、なんか仲良しなのでご安心を。そんな感じで伝えていって最後の、光が、何か答える。で、これがちゃんと伝わったかというゲームです。 OK。 はいはい。だからもう聞こえない状態で文章を感じ取って伝えていくってことね。そういうことでございます。 OK。 それではイヤホン準備お願いします。はい。お題をゆうたろうに伝えます。めっちゃ簡単なんですよ。まあね、リズボックインストラクターならこれは一番願ってることですね。リズボック体験受付中。それではトントン振り向いたとこから30秒です。それではどうぞ。リズボク体験受付中。リズボク体験受付中。スケ中。おお、リズボク体験受付中。スケ中。リズボク体験。体験。体験。体験受付中。リズボク体験受付中。リズボク体験受付中まだ。OK。ではトントンで。リズボク体験受付中。リンボーダンス。リズボク体験受付。あと5秒。リズボクダンス。リズボクリズボク体験受け付け中。リズボクリズボク体験受け付け中。リズボク終了です。大根。いきますよ。はい、スタート。リズボクリズボク楽しいよ。タキシードリズボクリズボク
楽しいよ。タキシード。楽しいよ。リズボク楽しいよ。おお。来てね。だって。え、リズボク楽しいよ。はい、終了。では皆さん外してもらって。うわマジ。大丈夫？全然聞こえてなかったけど。じゃあ伝わったのかどうか。すごく合ってると思う。それではどうぞ答えていただいて。リズボク楽しいよ。リズボク楽しいよ。楽しいよ。あってた、ここまで。この前何て言ってました？リンボーダンス。リンボーダンスしか言わない。2人でじゃあ一気にせーので、せーの、リズボク体験受付中。はい、もうこれですよ。これですよ。これはマスピー。マスピー悪い。マスピー。これはマスピーちゃん。ちゃんと伝わってますか？ちゃんとここ伝わってます。ここも伝わってる。私からさっきと反対回りです。もうみんな音楽つけてノリノリでこんな感じで。ノリ方みん な何聞いてんの。読まない。何聞いてんの。みんなノリ方出さない。まんちゃん絶対バラード聞いてんだろこれ。こんなノリ方するんだよ。久々聞いた。聞いたじゃん。はい、久々聞いた。はい、よし。では2個目のお題。はい、ゆうたろうの腹筋バキバキ。はい、オッケー。さあよし、いきますよ。じゃあ30秒ですよ。はい、どうぞ。はい、ゆうたろうの腹筋バキバキ。ゆうたろうの腹筋バキバキ。ゆうたろうのさあもう15秒経過しますよ。ゆうたろうの、ゆうたろう、ゆうたろう、ゆうたろう通常の腹筋、腹筋バキバキ、腹筋バキバキ。おお、ゆうたろうの腹筋バキバキに、ゆうたろうの腹筋バキバキ。はい、終了。腹筋牛口、腹筋ふうちふう、うちふう、ふきうひ、うひ、うき、うみ、ふっきん、ふう、えふっきん、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 ふっく、ヘッグショー。はい、終了。ふっく、ふっく、ふっきん、ふっきん、ふっきん、つけてもらっていいですか？腹筋、うん、腹筋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 。終了。終了です。終了。はい、では皆さん外していただいて、さあでは、ゆうたろうに答え発表していただきましょうか。いきます。全力で。腹筋、腹筋、腹筋。え、どういうこと。意味わからんよマジで。俺も腹筋、腹筋、腹筋。どういうこと。さあ、答
ちっちゃい、ちっちゃい2が難しいな。私、腹筋1回だけ。そんな3回や。そんなわけないやん。だって、そう伝わりましたけど。文章やん。腹筋しか言わないんですけど。あの、通じんかってこと。いや、本当や。腹筋、腹筋、腹筋って言うから、え、3回同じって、俺、こうやって。腹筋と思って。3回やって腹筋、そう、3回しかも数えるなら腹筋4やん、4やん、腹筋どんな勝手に見てるの、バッチリじゃめっちゃ、だから3回腹筋、腹筋、腹筋腹筋、牛、腹筋ってずっと言われそこでまず腹筋腹筋バキバキにしようね。あー、そんなん言ってませんよね。しようねなんて、しようねなんて言ってないでしょ。ちゃんとゲームしてや。しようねなんて言ってない。言っていい？はい、じゃあ、 あの答えを。ゆうたろうの腹筋バキバキ。そうだったよ。名前出てきてるやん。最初。最初どこ行きました？でも腹筋バキバキはついてる。で、ゆうたろうのって言ってるところでもうタイムアウトかな。惜しかった、惜しかった。で、なんて言ったんでしたっけ。腹筋しか言ってない。腹筋だから私はちゃんと伝わってるんですよ。腹筋、腹筋言ってた、言ってた、腹筋バキバキって言ってた。バキバキ言ってた。ほら、なんでやねん。伝えろよ。伝えてください。マジで心の時点であかんわ。ゲームじゃない。ということで、これはもうマスピーのせいでしたね。そうですね。申し訳ございませんでした。はい、それでは、大回伝言ゲームでした。皆さん、ありがとうございました。はい、ということで、今回、まあ、一番、まあ、あかんなっていう人、それぞれ、ちょっと、指差しましょう。 OK、 誰やろう。 OK、 決めよう。それは罰ゲームとかあるんですか。あります。あるんですね。もちろん、もうこんだけ腹筋で騒いだから腹筋100回で、まあ、100回やってもらいましょうやな。やってもらいましょう。やってもらいましょう。やってもらいましょう。もじゃあこれゲームした4人だけじゃなくて MC もね。もちろん。ああ、ね、私が考えたね、内容がダメだったかもしれないんで、ね、そうやっぱりだから、うん、その可能性、誰になるか分かんない、当たったらいいね。そうね、一番多い人がやらないといけないです。 OK、 誰やろう。じゃあどうしよう。みんな指さしますよ。はい、せーの、ドン。私たち4人マスピーさせてます。マスピーだけまっちゃんさせてます。ということで、罰ゲーム、マスピー。イエーイ。じゃあ、腹筋100回お願いします。はい、どうぞ。さあ、マスピー、腹筋100回。よっしゃ。早送りになるかもしれないですけど、これガチでやってもらう。もう、マッキーがいいね。さあ、では行きます。よっしゃ。スタート。1、2、3。初めての出演で腹筋100回。兄弟道リズミックボクシング大阪本店、梅田各線から徒歩5分圏内、小発天神商店街入り口。リズミックボクシング金沢店、イオンマックスバリュー駅西本町店隣接。大阪金沢に近い方はリズミックボクシングのスタジオにお越しください。
ます。はい、どうぞ。リズボク。あ、待って。聞こえた。何やねん。